どうもよろしくお願いします。それではですね、本日も FIFA やっていきます。本日はルヴァンカップのグループステージということで、今回のグループステージ戦っていくのは、ちょっと僕で隠れてて見づらいですけど、清水エスパルスでうちと、ジュビロ磐田、松本山がですね。さあ、ということで今回はアウェーで松本山がと戦っていきます。前節というか、J リーグの第一節、前回ですね。同様、また、何か活躍できればいいなと思います。では、本日のスタメンは、こんな感じですね。あ、前回とほとんど変わんないんですけど、前の、フォワードですね。メシノがいます。まだこの世界戦では、メシノが移籍してなくて、この世界戦ちょっとデータを作ったのが、先行プレイの時だったから、多分まだ、反映されてないデータがあって、現実と。メッシノがね、まだね、ガンバにいるんですよ、この世界では。ということで、前線がね、白井に変わってメッシノということで、最初から結構期待できるんじゃないかな、と、感じですね。やっていきましょう。今日も熱戦が繰り広げられるであろう、スタジアムでは、すでに両チームのサポーターの声援が上がり始めています。やっていきましょう。さあ、アウェーですけど、しっかりと勝ちに行きたいなと思います。よし。ではね、前回からなんですけど、またちょっとね、カメラの設定を変えてますね。19と20では、カメラの設定変えてやってたんですけど、なんか、強いっていう話だったから、あのカメラに変えてたんだけど、レシーズンの時は。ちょっと僕には合わなかったというか、ちょっとカメラが遠すぎて、全体は見渡しやすかったんだけど、自分が何してるか分かりづらいっていうのがね、あったので、ちょっと、近づけました。よし。さあ、相手に渡るか。相手に渡るね。まずいね。さあ、どうなる？いやー、よく止めた。ナイス。さあ、クリアが拾えそうだ。ナイス、鈴木が拾って、メシノからアデミューソン。アデミューソンが真ん中に入れて、入り口。一度後ろに戻して、落ち着かせますね。さあ、僕が受けます。どうしよう、これ。出しどころがないんで、ちょっと誰か来てほしいんだけど。さあ。どうなる？さあ、入り口から僕は横に回そう。あ、痛い。これファールない。ないか。なかったね。どうだ？いいんじゃない？どうだ？さすがにキーパー正面。でも、いい形だったね、今の。よし。さあ、悪くないと思うよ。きつい。ごめん。今のは無理に僕が手を出しに行くべきじゃなかったかもね。ここは後ろに下がっています。走ってくんない。いや、真ん中に出す。井出口陽介。あ、いいんじゃない。アデミューソン、ディフェンスの選手がシュート。ダメだ。惜しいね。いや、でもかなり攻めれてるし、形ってやつだと思うよ。さあ、よく止めたけど、取り切れ、いや、取り切ってる。いやー、入り口。いいね。これはきついか。ごめん。さあ、ここで相手にボールが当たる。厳しい。あ、これが、取れるか。取れるか、キミヨンゴン。ナイス。さあ、入り口、ボールを後ろでも、持って、矢島から、アデミューソンかなり後ろで受けましたね。これ、あれに任せて。よし。ボールをうまく動かしてチャンスを狙います。ダメか、さすがに。よし。さあ、ここは相手の攻めになる。厳しいか？厳しいな。やばいぞ、これ。これ決められた気がする。だよね。今のは、そうなるよね。マークしてなかったもん。なぜか真ん中に二人でついて。
これは厳しいね。ポゼッションは明らかこっちだし、シュートもこっちが多いんだけど、1本で変えられたな。よいしょ。さあ、よかったか。ごめん、パスが強かったね。さあ、これは取れる。ナイス。うん。あ、今回菅沼なんだ。今気づいた。なんかさっきスタメン見たときに気づかなかったね。うん。よし。ボールをアタッキングサードへ持ってきました。どうだ？アデミューソンから。いける！あー！惜しい！いけそうだったな、今の。うん。いや、これ取れるよ。ナイス。アデミューソン。いいんじゃない？ゴールに向かっています。いいんじゃない？まあ、これはきつそうだ。でも、あれ、取って、僕拾って、どうする？よし、いいね。いいね。いいね！いやー、決めれないか。ごめん、これは厳しい。迷っちゃったな、今。どうしようかなって、ちょっと結構考えてボール持っちゃった。うん。さあさあ、1点ビハインドではあるけど、チャンスは作れてるね。うん。あの1本というか、あの1回だけだったね、危うかったのも。それで取られちゃったけど。まずい。これは僕が悪い。ごめん。よし。さあ。うん。アデミューソンがかなり後ろに来て、ボールを受ける。そして僕が取って、抜けない。うん。はあ、ポジションで怒られそうなので帰りましょう。怒られました。うん。さあ、これは取れるね。いや、まずいか？まだ相手の攻撃が続く。いや、続かない。うん。いや、でも相手ゴールだ。ダメだ。うん。いや、いいね。いい爪。いい爪から。いけるか。いけない。ごめん。今僕が取ってたらかなりチャンスだった。そしてもうポジションで怒られるのは仕方ない。うん。いやー。はぁー！いや、うますぎ。うますぎなのか、なんなのか。ちょっと悲しいね。早いよー。ちょっと。2点目だな、きついな。よいしょ。やーっと、ルヴァンは初戦から辛い。J リーグはね、初戦からいい感じだったんだけど。やーっと、待って待って。うん。ここからどうするのか。やー、取れるか？ナイス？取って？取って？さあ。前に出していきたいけど、前に出すところがない。いいんじゃない？いいんじゃない？ああ、いや、届かないか。取れる。いやー、いいよ。ごめん、僕の、もう僕のミスがひどいんだよな。ああいう位置で。せっかくのチャンスになる位置でミスってるから、さっきから。もったいないね。うん。さあ。いい位置です。いいよ。いいよ。さあ、どうする？クロス上げるか？クロスが上がる。いや、いける！いや、惜しい！いや、いける！いや、なんで詰めない？ここは詰めていいよ。うん。チーム全体が守りを固めています。しかし、今のはすごくきついな。ゴールキーパーを褒めるべきでしょう。どうだ？きつい。さあ。どうでしょう。惜しいね。ああ、止めるけど相手ボール。いやー、残り時間もなくな、あ、僕が変えられちゃった。まさかの、残り試合観戦しましょうか。いやー、まさかの僕交代だった。あ、僕に代わって遠藤ですね。まあまあ悪くない。本当に交代ではありますね。このパスは読んでいました。
さあ、ボールに代わって入った遠藤がボールを持つ。ハサミに渡す。パスが通ります。さあ、ここでいい位置で受ける。さあ、真ん中に入れて、戻して。うん。なかなか前に攻めれないね、やっぱり。メッシから、遠藤。さあ、どうする？いいんじゃない？ドリブルでボールを持ち出していいんじゃない？あー、惜しい。入りません。このシュートは入ったと思います。いやー、残り時間もうないね、きつそう。ただパウリーニョ、どうだ？スペースに見事なスルーパス。とりあえず3取ろう。クロスは結局合いませんでした。あー、厳しいですね。ここでパトリックが入ります。うん、アルミソンに代わってパトリック。あー、負けたくさい。あ、もうアディショナルタイムですね。攻めてるのは相手。危ない。うん。さあ、これラストプレイというか、もう蹴って終わりじゃないかな。うん。ああ、遠くに蹴り出して、ここで競り合って終わりですね。うん、いやー、勝てなかったなー。厳しい。ってか、途中で交代させられちゃったのが悲しいね、やっぱり。ちょっと活躍できなかったかな。うん。まあ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 、こんな感じでした。よし。いや、ちょっと次回はちゃんとね、フル出場して、なんとか活躍していきたいと思います。では、お疲れ様でした。またねー。バイバーイ。